まあ、見れる対象としましては、躯体からの漏水だとか配管からの漏洩といったものを画像で確認することでございます。今後はその取ったデータをですね、AI、 例えば AI とかですね、で自動で異常の検出だとかをして、より点検の質の向上といったところで活用できるんではないかと考えております。こうやって非 GPS で狭小空間をまっすぐ行くということは今回の実験で確認をさせていただいておりますが、例えば人が行きたいところって、例えばまっすぐの延長線上にある部分だけではございませんので、ここを見てほしいとか、割とこうフレキシブルにルートをドローンが飛んでくれるっていうようなことができればですね、さらなりもっと活用方法のイメージが膨らむのではないかなというふうに考えております。